えー、このシリーズで「群れ」というのを扱ってるんですが、まあ、ここで我々が非常に気を配らなきゃいけないのが、えー、ヨーロッパがですね、えーとまあ、イエス・キリストがお生まれになりいろいろ、えー、人生の奥の奥をですね、えー、いろいろ話されたのは、まあ、大変に良かったんですが、まあ、やっぱり人間というのは、まあ、イエス・キリストのような偉い方がですね言われたことを十分には咀嚼できないわけですね。 まあ今の,、まあ、あの信じてる方には大変に失礼なんですが <laughs> ローマ法なんか見てますとですね私が「まあ、新約聖書」を読んでイエス・キリスト様がですねどういうことを言われてるかと、まあ、いうことの私の理解とは遠く離れております。多くの枢機教とかいう人がですね権力を争ってコンクラベとかにやってですね 法を選んだりその法の格好もですねイエス・キリストの粗末な格好から言えばですね本当にこうイエス様が駄目だと言っておられるようなことをやっておられるしかもこれはキリスト教の伝統ですから仕方ないんですが女性がほとんど一人もいないと <laughs> まあいうことでですね本当にこうそれでその女性が一人もいないそういう差別的なあ 取り扱いをしながらですね、まあ、これはもう日本と全く違うんですが、えー、そのキリスト教の信者の方がですね、まあ、日本の女性の扱いが変だとか <laughs> 言っておられますけど何言ってんのっていう感じなんですが、まあ、日本人人はまだヨーロッパ人を偉いと思ってるんです,、ね、ですから、まあ、特に左翼の方リベラルの方インテリの方はですね ほとんどがやっぱりヨーロッパを尊敬しておりますこれは私はそういう友達がいっぱいいてですねヨーロッパアメリカに留学なんかして学んできた人それからドイツ哲学とかイギリス文学なんかを専攻されている方を見ますとねヨーロッパ人を尊敬するのも分かるんですね自分たちの頭脳よりかヨーロッパ人の頭脳の方が、まあ、優れてるので、まあ、人間はやっぱり優れてる人を尊敬するとのは仕方ないんですが しかしそのヨーロッパというのは大きな傷があるわけですね。それは千年以上に及ぶ、まあキリスト教の、キリスト教というかイエス様は全然関係ないんですけど、イエス様の言ってることを間違って受け取ったヨーロッパの中世というものが非常に圧迫的だったので、イエス様はそんなことないんですよ。結構お酒も飲んで、えー、食べ物を食べて、 楽しんで人生を過ごした方なんですがやっぱり人間は抑圧的になっちゃうんですよね。暗い修道院にこもって結婚もせず、えー、暗い人生を送ったと、まあ、そういうことがベースになって、まあ、やっぱりイエス様の言うことがあまりに素晴らしかったのでそれを咀嚼できなかったんでしょうね。それでルネッサンスから始まった近代ヨーロッパっていうのが実は個人 というものを非常に主張するんですね人間は個人であるまあ、それは大きな間違いなんですね、えー、人間というものの存在構造心のというのを考えますとね、えー、このブログで言ってますように、えー、単細胞生物から多細胞生物になり多細胞生物が群れを作って多細胞生物の多細胞生物つまり 超生物。まあ、ここで超人間ってのはそれなんですが、一人の人間ではないんですね、私たちは。だから群れというものが非常に大切であるわけです。まあ今は今度男女と家庭というものを取り扱いますとね、えー、っと、あの、もちろんこじれてる、<laughs> 正常じゃない状態の場合は別にして、やっぱり一人よりか、 えー、愛し合ってる男女もしくは親しい男女それがですね2人の方が何歩か楽,楽しいんですよそれは家庭生活をしててもそれから旅行に行ってもですね何をしてもやっぱり頑張る時も2人の方がいいんですねそれはあの私の言うことを古いと取られるかもしれませんがよく落ち着いて聞いてほしいんですが。 まあ家庭でもでもすね、これ役割分担とかそういうケチな話じゃないんですがえちょっと女性の方がなんかあなたこういうの食べたい私作ってあげると言ったりですねえ男性がですね黙々と風呂をきれいにしたりするっていうのはいいことなんですよこれは辛い仕事は常に男性がするというのもですねいいんですねもちろん愛し合ってりゃもっといいんですだけどまあ 親ししけけれればばいいんですね憎しみあってなければそれから家庭ってのがまたよくでできてるんですねもちろんあの生物ですからあの巣ですねえー、鳥の巣でも何でも動物の巣でも巣というのが基本なんですよね。大体いいね個人が基本なんて誰かバカな人が言ってるんですけどバカっつったら失礼ないんですけどそれはねあまりに生物というものを知らない観念的な頭で考えたものなんですね。 個人といいう存在ははは人人間にはないんですよ実は個人主義とか個人を大切にするなんていうのは人間といいう生物の概念にはないんですねまずオスとメスなんですこれは2人でしょそれから家庭ですねこれは巣ですからねえー、男と女と子供時にはばあさんじいさんまあたまには親戚例えば狼オカミなんかそうですね えっと結婚して狼が結婚してそので縄張りを出て行っても何かの関係で変なことが起こった場合は嫁いだ先の娘とか息子とかいのやっぱり家に帰ってくるんですよ、えー。どなたか偉い学長さんが言われたように、えー、家庭とは川ののようなものである、まあ、そこで流れながら成長しそして巣立っていきそしてまた ある時は家庭に帰ってくる川に帰ってくると言っておりますがある意味じゃやっぱりそういうもんですねこれもやっぱり群れなんですねそれからやっぱりこのご近所様というかですね近所友人それから会社お付き合いの先これみんなですね群れなんですねこの群れというのがまたいいんですよまあ下町だったら向こう三元両隣 まあこれ大切です、ね、いやこれはねあのインテリの山手でもそうなんですがインテリの人たちは個人が大切だって頑張るもんですからギクしャクしちゃうんですよ。いやまあそれは向こう三元両隣がにこやかにそれぞれの分を守って群れとして生活すればいいに決まってるんですよねそんなのは。<laughs> そして国家ですね。やっぱり国というのが一つの単位になります。 もちろん宇宙人が来れば地球世界グローバルっていうことになるんですが宇宙人でも来なければやっぱり世界というのは群れですねですから、まあ、今昨今のようにグローバリゼーションというのが単なるアメリカの大企業の儲けだけに終わってしまって世界の人たちを悲惨な目に遭わせたと、まあ、いうことも納得できるわけです。 宇宙人が来なければ群れというのはですね、えー、ペア男女のペアそれから家族それから友人とか向こう三元両なれとか会社の人たちかけがえのない友達また仲間がいるわけですねそしてまあ国ですねこれをこの方が個人よりか上にあるんですよ実は私たちはですね私自身の 喜びよりも愛する彼女の喜びの方が嬉しい私自身の喜びよりも子供の喜びの方が嬉しいそして友人に幸福が訪れたり国家が繁栄したりするともう無償に嬉しいつまり我々はですねもうすでに超人間なんですよ 人間でではないんですよねだからまあよく言うように他人に感謝しなさい他人に感謝するこれが大切で自分の幸福になる人のために献身しなさい身を捧げなさいそれがあなたの幸福になるこれはどうしかってうと我々が群れの一員だからですねですからまあ今はですね盛んに個人というものを強調してまあこれ浅はかな頭脳 全然生物も何も分かってない人、生物もイエス、キリストも分かってない人、両方とも分かってない人が個人主義、個人が大切だと言って、まあ戦争の後、日本を破壊してきましたが、もうそろそろ、あの本当のことに気がついて、群れを大切にする。男女、家庭、友人、隣近所、そして国家。 それを大切にする自分よりか大切にするそういうふうに向かっていかなきゃいけないと思います